埼玉福祉保育専門学校の角谷です。皆さん、このお話、何のお話だか分かりますか？そうですね、これは花咲かじいさんのお話です。第3回目の手遊び講座は、この花咲かじいさんのように庭にお花を咲かせる手遊びをやってみたいと思います。1番から3番までありますが、今日は1番だけ練習していきますので、じゃあ人差し指を出してみてください。小さな庭を作っていきます。小さな庭をよく耕して、小さな種をまきました。ぐんぐん伸びて春になって、小さな花が咲きました。パッ、小さなお花咲きましたか？小さなお庭が2番では中ぐらいの庭になります。3番では大きな庭になります。さあ、どんなお花が咲くかな、子どもたちと考えながらぜひやってみてください。それでは次回もお楽しみに。